私の話をアントニオたちにしたろ。え、いやいや、あれは言わないっていう約束だったじゃないか。ねえ、僕とあなたで二人分。バカにしてたんだね。ゴミ人間と一緒にいたのが間違いだった。なんで僕の前に現れたんだよ。それがあなただと信じて。